はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースなんですけど、面白そうなコース見つけたんですよ。スーパーマリオブラザーズ1-1カッコトロールって書いてるんですけど、多分ねあのスーパーマリオブラザーズの1-1風のトロールコースだと思うんですよね。おそらくあのショボンのアクションみたいな、知ってるかなショボンのアクション、多分知ってる方多いと思うんですけど、あのショボンのアクション風的な感じのコースだと思うんですよね。あれもさなんか1-1っぽいじゃんマリオブラザーズの。ちょっと地味だってじゃあこれは走っていけ的な感じだね。こうオッケー。そしてここでまあやっぱそうなると思ってました。てか今気づいたんだけど、まあ見てなかったんですけどね、なんか1キャップを7個取ってからゴールしろみたいな、なんかそんなん書いてるよね。まあ、この1キャップを7個取れみたいな。まあ、多分そんなんだと思うんですよ。まあ、それしかないんですけど。さて、これは、なるほど。そして、ここにもあると。ちょっと待ってね。ちょっと。いや、タス乗りができないと思ってんでしょ。僕に、こんくらいぐらい余裕なんだよ。ちょっと見ててね。ほりゃほりゃほりゃって間違えた。ほらこれがあのあれですよ、僕の実力それじゃあ次の土管入っていきますか。あここにもあったね、こうやって7個のあの息アップキノコを集めていけみたいな、まあ感じだと思うんですけど。さてちょっと危ねえ今、待って、なかなか今日うまくないね。ここも1キャップなんですよね、普通だったら1キャップかな。いや違う、そういえばさこのコース条件付きだから、あの中間ないじゃんね。うわ中間ないのきついな。は今1キャップキノコあったよね。うわここもあんじゃん。待ってもう2つ取り逃したってことだよね。これは上に行ける、なんだろう、これはこんな感じでえ取れんやんあんな、あれ罠かな、罠っていうか、うん、取らんでもいいやつかな。じゃあこの矢印は大体罠なのかな。あいや罠なのと罠じゃないのがあるね。じゃあ一旦ね、あの2つも取り逃してるんですけど、このままちょっと見ていこうか。でこれはあスター、スター熱くない、ちょっと待ってスターくれんの、オッケーなるほどこういう仕掛けか。確かこの辺で1キャップ1回出たよね、オッケー。そしてこの真ん中だね、真ん中も1キャップこれよし。そして今4つか、でこれも1キャップだったっけ、あ違う違う、これは違う、多分ここが1キャップだったね、オッケー。でスターがあったんだけどな、どっかに、これかな、これだったよね。そしてここに引っかからんようにしていこう、オッケー。そしてこれは上に行けばいいのかな、上に行ってみます。あはははは、待ってこんなんひどいやん。そんじゃここは何もしないで右に行こうか、多分これで合ってる。そしてこれ、うわー待って、あと1個どこで取ればいいんだろう。やっぱささっき取らんかった罠って言ったあの息アップ、あれを取らないけんのじゃない、あれで7個だもんね。いやここなんだよね、ここを取っていいのかな。あリンクになれるんだ、じゃあリンクになってこう行くみたいな、いや多分これでいいね。っていうことはあと2個、いやもうあと2個だったらもうクリアしたも同然だね。じゃああと1個どこにあったっけな、とりあえずここのスタートって先に行くんですけど、どこだったっけ、どこどこ、これか、オッケーオッケーオッケー、でジャンプ、来た、これでゴールでしょ。うわっこれ普通にゴールさせてくれるかな、ちょっと勢いつけて走っていきます。なんでだもう明日にゴールがあんのか、めんどくせえなこれ。あいやこれ上まで上がればゴールできる、いやいけるいけるいける、やり直し戦でもいいよ、頑張れルイージ、ルイージお前はなんとかだ、なんで来たよ、これはもうゴールでしょ。で一回上から行ってからの左に戻る、これで待って大砲待っておこう、大砲待っておこういやめっちゃ楽しかったこの1-1、ね、難易度もちょうどいい感じでね、うん、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、それじゃあ次なんですけど、あのリスナーさんがですねぜひやってみてくださいっていうコースがあったんでですね、やっていきたいと思います。次もトロールコースだね、クリア率がね 3.73% か。
最近ね 1% 未満とか 1% 近くのトロールばっかりしてるからね、そんなに引っかかんないよきっとこれはフラグなんでしょうか、どうなんだろう。じゃあこのまままっすぐ行こっか。でウェルカムって書いてるね。あ、どうも。じゃあこれは待って、ノもう速攻引っかかったじゃねえか。で最近なんかねコメントでちょっとさ悲しいことがあってさ、関西弁みたいな感じでキモいみたいな言われてんだけど、なんか関西弁じゃないんだけどなって思って。あ、待って、これどうすりゃいいの。いやじゃあこれは鉄球出しておいてここで隠れておこう。多分ここに隠れておいていい。来た、でジャンプ。あー待って、戻ってきた戻ってきた。待って、はっ、オッケー。あ、待って、これ上行くんじゃね。あ、違うね、さっきここ隠しブロック出しておいたからね、ちょっと鉄球避けれたんですけど。これは上のパウか右のパウか両方右だっての。じゃあこれ上のパウ取るね。こっち行きます。あ、なんでなんで出てくんのいつも。え、下のパウ取ればよかったのかな。どうにかなんない。なるわけねえだろ。それじゃあここ下のパウ取ってみようか。下のパウを叩く。オッケー。あ、待って、叩いたらダメだった。そんじゃここは下のパウを取ってからの投げてすぐ入る。いや、これでしょ。うわ、中間ないよ。どうしよう、叩いてみる。まあコインだとは思うんですけどね。じゃあなんかドッスンいるよね。ドッスンいるんですけど、ここ回転ジャンプで行く。オッケーどうしようもねえなこれ。それじゃあ次はね、もう左絶対行けないんでね、こっち行きますか。あら、違う、なんだそのやり方。それじゃあこれ左叩いてみる。こっちでいいの。あ、こっちでよかったんだ。オッケー、でジャンプしていこう。これはこのまま右行きます。で待って、ヨッシー手に入れ、ちょ、ヨッシーナイス救出。きた、危ねえナイス、あれだね、反射神経だね。オッケー。あ、待って、あれ、あ、キノコを食べてからの、吐き出してからのヨッシーと一緒に行こうではないか。な、ヨッシー久しぶりだね。ヨッシーいたらダメじゃあここでヨッシーを捨てていけってこと。まあ多分そんな感じでしょヨッシーどいて、いや、ま、マジどいて、ちょっとヨッシー、オッケーオッケーオッケー。でここでヨッシーをどけて中間ポイントゲットね。で次に行こう。まあそんなに難しいっていうわけじゃないんですけどね。オッケー、これはこのまんま左かな、こっちにキノコかなんか出んのかな。うわ、やっぱりそうか。そんじゃここで待っておこう。ここでキノコが出るからね。なんでさっきと違うやんか。次右から出るってことかな。オッケーオッケーなんかやられたらさっきと違うのやめてくんない、マジで絶対引っかかるってそんなの。じゃあこのまま右行きます。で上かな、ここジャンプしたらまずい気がする。オッケー。え、これはなんだろう、これは、ちょ、危な。でこのまま右のツタに捕まる。ちょ、危ね、ナイス、見た今のナイス反射神経でもここにバネ置かない剣的な感じ。いや絶対そうやんね。あ、でもカロンあるよ、これじゃん。いや違うバネ持って右に投げろってことかな、こうで右にジャンプ、オッケー。いや、うまい。いや、これでしょ。そしてこれは右に行こう。うわ、待って、右に行ったらダメだったけ。うわ、絶対そうやんね。これはめんどくせえパターンのやつだ。これだいたいめんどくせえのバネ持ってくんだよな。オッケー。あ、上でやられろ的な、上に火があるから。ちょ、なおさらめんどくせえじゃあここの土管入ったらね、何もしない、むしろ左に押しておく、左を押しておく。オッケー。そして右、これ走っていこうか。なんかまずい。うわ、はてな、これは走ってジャンプして良さそうじゃない。ちょっとしてみるね。なんかそんな気がする。このドアは罠ダメいや、このコースさ、クリア率 3% の後半ぐらいあったよね。 3.7 ぐらいだったっけ。いや結構むずいよね。いや、そして引っかかり方もね、なんか面白くてめっちゃいいコースだなって思うんですけどね。じゃあここは普通にドアに入ろう。じゃあドアに入って、あ、ゴールじゃん。いや待って、これ普通に多分ゴールさせてくんないと思うんですよね。なんかある、なんかある
ような気がするんで上行こうね。左に行って引っかかりたかった気持ちは満々なんですけど、多分まだゴールじゃない。もう移動するのずるいって。それにしてもさ、ここ気になるよね。やっぱやられんのかな。あれ、あ、バネがあるのか。なるほどね、やられるっていうわけじゃないんだね。バネがあってゴールできない感じね。じゃあ次はこの矢印のとこだったね。オッケー、そして右に行こう。はい、よし。でここは吐く。いや待って、やっぱりね、早く行かなきゃいけない感じとした。それじゃあここは一回キラーこうで早く行こう、早く行く。よし、これはもうカロン捨てるしかないね。捨てて、どうしよう、これ上行けるの、これ絶対無理だよね。あ、ああ右に振ってくんのか、キノコが。じゃあここは右に追って追っていい、多分そうでしょう。ここに追って追っていいでしょう。オッケー、そして回転ジャンプで、これはバネ持っていく感じだよね。バネ持っていこうか。うわ、じゃあここは普通に右に行こっか。当たって右に行こう。いや当たったらダメなんか。いや、いける、あ、いけるいける。オッケー、そしてこれは何もしない、大丈夫、こっちでいいよね。で、あの鍵を取ろう。オッケー、なんだお前は。ここは普通に右に行っていいのかな。あ、オッケーオッケー、鍵手に入れたね。いや、クッパがあんな早く出てくるのちょっとずるくない？オートラルウォークドントアール、え？ランホールドライト、だからずっと右押しっぱでいいってことかな。こっから多分そんな感じでしょ。あれ、このまま歩いて何もしないで行こう。そしたらいけるかもしんない。ほら、で、オッケーオッケー、歩いて何もしない、ジャンプもしない、そしたらゴールまで導いてくれるはず。多分そんな感じでしょ。こっからどう行くの。なるほど。こういう感じか。でこのままゴールまで連れてってくれるんでしょ。うわ、すごいねこのコース。最初からさ、もしかしたら歩いてたらゴールまで行けたのかな。かそんな感じだよね。そしてゴールね。いや、このコースはね、あのトロールの中でも本当に楽しんで、すごくおすすめです。コースの提供どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。